去年で総得票数440万超えの超大型総選挙。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、2024年サンリオキャラクター大賞です。自社会員ページより投票が可能、ゲームをクリアしさらに投票権をゲットというキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。はい、毎年恒例ポムポムプリンとシナモロールがしのぎを削るサンリオキャラクター大賞が今年で39回目ってことで、サンチュというキーワードを主軸にストーリーを作っています。去年で総得票数4,448万7,850票で、昨年対比約 168% となってですね、まあその2022年が3000万票ぐらいだったんですけど、2023年は4400万票ということで、まあ、サンリオ史上最多というとんでもない数字を出しているわけで、今年も期待が持てそうです。去年の覇者はシナモロールで、2001年から23回目の出場で6回覇者になっています。2020年からは4連覇ということで、まあ、このまま2024、5連覇を許してしまうのか、それとも4年連続準優勝のポムポムプリンが今年も制覇するのか、それともダークホースが出てくるのかという中、初回速報がこれございまして、中間と初回速報があるんですけど、初回速報1位はポチャッコという、まあ、今年デビュー35年の意地を見せて、まあ、波乱の幕開けとなっており、まあ、中間発表ではですね、シナモロールがトップ戦線に戻ってきたものの、2位のポチャッコがそれを追っかけるという展開になっています。ちなみにデビュー1年目のヤングライオン花丸お化けが速報8位だったり、なかなかいろいろ面白いことが多いと、すでに中間発表は出ているんですが、まあ、決勝は毎年ここ4年間シナモロールとポンポンプリンの黄金カードだったんですけど、そこにこうベテランポチャッコが入ってくる3ウェイマッチになりそうですね。投票自体は1キャラクターにつき1日1回できるので、まあ、推している人は毎日投票しているとはいえ、むちゃくちゃ数字を叩き出すことはできないと。で、また会員登録が必要でログインして投票なので、基本はファンの方による投票になります。しかし、ゲームに参加すると、さらに、投票権をもらえると、シルエット当てゲーム、気持ち合わせゲーム。これだと最大33枚の、追加投票をもらうことができるので、まあ非常に熱心な方はですね、この、投票約40日と33投票分っていうのがあるんで、その70票ぐらいを注ぎ込むことも可能です。まあ、今大会はですね、去年と同じく90選手がエントリーしてるんですけど、さらにですね、決勝はこのサンリオフェスという東京ビッグサイトで行われる豪華な発表となっております。第1回大会は1986年座敷豚というのが1位になっています。スヌーピーを下して優勝しているんですが、まあ知らないもんですね。ちなみに最多優勝はハローキティで、第13回大会から第24回大会まで12連覇を成し遂げてます。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。